37型は1960年に登場したイギリス国鉄の電気式ディーゼル機関車である。動力近代化計画の一環として導入された客下療養機関車であり、イングリッシュエレクトリックで製造された。農業用トラクターに似たエンジン音からトラクターと呼ばれる。動力近代化計画の一環で1950年代より蒸気機関車に変わる。 ディーゼル機関車を増備するイギリス国鉄では当時の出力別分類で3型に相当する機関車の必要性が高まっていた。イングリッシュエレクトリックでは4型となる40型やアフリカ向け輸出機の製造実績があり、これをもとに出力1750馬力の脚下両用汎用機として設計されたのがイングリッシュエレクトリック3型、あとの37型である。 イングリッシュエレクトリックのバルカンファウンドリー工場及びロバートスチーブンソンホーソーオンズの工場で1960年から1965年までに309両が製造された。本専用機関車としては重量が軽く線路等級に制約のある線区への入線も可能となっている。軸配置 COCOO の6軸機で車体は 両端の運転室の倉庫の機器室が手前に突き出した形状になっており、車体下部には裾絞りがある。列車暖房装置は蒸気式を採用する。登場当初はイングランド東部の都市間旅客列車を中心に運用され、1960年代後半にはイングランド北東部やウェールズ、スコットランドにも運用範囲が拡大した。民営化後も使用が継続されたが、 老朽化により、廃車が進行し、現在は主に、ユースと DRS に所属している。旅客列車は、縮小傾向が続いている一方で、2019年には、カーディフ近郊の運用が復活した。ありがとうございます。